今日は千谷熊さんと水熊くんの熊さんと一緒に遊んでとても楽しかった。今日ピンクの熊さんと黒い熊さんと一緒に遊んで、黒い熊さんはいつもピンクの熊さんと一緒にすると少しポッピーが赤くなるのは気のせいかしら。今日はあの子と遊ぼうと思ったのに、またあの子はいなかった。あの子はいつもすぐいなくなるし、仕方がないから今日は他の4匹のクマさんと一緒に遊んだよ。なるほど、他になんかいるのか、もしかしてもう1匹いるのか。ゴミ箱調べようか。クマがいるんじゃないか。いると思うな。ちぎれたページかい。クマじゃないの。やっぱもう一匹いるんだってさ。怖かないか。うわぁ、なんだ。ん？なんか聞こえるよね。あ、回復スポットじゃない？もしかして。迷いの部屋。この部屋にはいろいろなものが迷い込んでくる。もしあなたがいます。何か探し物をしているなら、この部屋をよく調べてごらん。手始めにこの付近から始めてみよう。東大元暮らしとも言うからね。あ、なんか見つかるってこと？それは。ん？え、バレた。え？あ、おいらばいたずら大好き、熊の熊吉。見つかったからには仕方ねえ。さあ、寝るなり焼くなり好きにすればいいんだな。よしよし、君君。これでいいか。俺らたちの相手をしてくれてありがとうなんだな。俺にさっき隠れている最中に拾ったこれをあげるんだな。おもちゃのオーブ。よかったらまた遊びに来てほしいんだな。オーブ。オーブってなんだっけ。ガラス製？どっかで使うのかな。全然話してないけど会話してみる。話す。確証はないのだけど、この世界の出口って多分上の方にある。一人だった時にね、前の庭はもちろん1階と2階、そして3階前くらいまではもう散々調べたんだけど、出口らしきものは見当たらなかった。上の階を目指して進んでいく。なるほどね。なんかある。メモが1枚、本と本の間に挟まってる。読む。はい。人間のいろいろな書物のせいで、悪魔は簡単に嘘をつく者たちと思われがちではあるが、実際はそうではない。むしろ悪魔というものは、嘘が嫌いで、自ら嘘をつくことは決してない種のものである。はいはい、どうも。はい。この世界には時間という概念は存在しない。故にお腹も空かなければ眠くもならない。また、あなたが子供の時にここを訪れたのならば、あなたはこの世界にいる間ずっと子供のままである。この世界にいる間は病などになる心配はないが、この世界に入る前にすでに患っていたのならそれは話は変わる。この病はあなたがこの世界にいる限り決して治ることはなく、あなたはこの世界にいる間その苦しみを永遠に味わい続けることになる。それでもこれを幸せと考えるかは当人の問題である。幸せではないと思うけど。またページですか。ちぎれたページかな。はい。これが回復薬か。はい。全部回復してくれるのかな。だとしてももったいないからあんまり使わない方がいいかも。なんか落ちてる。あ、これと、つっかいですか。あれ、なんかどっか、あれ、なんだ。ああ、びっくりした。まさか廊下にこんな大きな穴が開いてるなんて。残念だけど、ここは他の道を探すしかなさそうね。見えないんだもんな。おお、なんかすごい部屋来た。むごしいものはない。
これは7人の英雄のうちの4人の人物のプロフィール。うわ、長え。7人の英雄、人間界王国歴1796年、人間界天界魔界精霊界聖界竜神界、各界の権力者たちは各々にお互いを刺激し合わないようにしていた中で起きてしまったこの大戦は、瞬く間にその戦果を広げ、各界は、次々に戦果の渦へと飲まれていくことになった。しかしとある7人の英雄と巡る魔物の出現と活躍により、数年の時を経て、なんとこの戦の現状になった魔王ベスラモンドと邪竜ベルディニオンと和解し、戦乱は終わりの梅雨、2人の英雄の尊い命と引き換えにし。なるほど、これらがそのどの服も可愛いわね。あ、見て見て、これなんてチェムにとっても似合いそうよ。そんなこと言ってる場合ではない。こっちもなんかあんな、7人の英雄のうちの3人の人物のプロフィール。イルナス、天使族の少女、黒髪のロングストレート、小容器、特徴貧乳、ほっといてやれよ。性格精霊に優しい、使用していた武器弓、生存、生きてんの、どれだ。勇者バーラン、人間の青年、オレンジ色の短髪、赤目の勇者、赤色のマント、生存してる、正義感が強い、不愛想、剣、剣を使ってた人は生きてる、ヒルガンデ、狼族、灰色、贈り物、異名は勇者を育てしまう、青いバンダナと左目の眼帯、いろいろといい加減なところはあるが、やるときやる人物、あ、死亡してる、アフロギーテ、鎧を着用していたため、髪色とかは不明、味方でよかった、まあ、それ異名なんですか、漆黒の鎧と漆黒の兜、無口、剣、生存、ミルオーバー、ん？貫禄のある、重いぞ、おしとやかなし、生存、リブロー、少女、真っ白なローブ、生存してる、あ、オーブ、この子だ、この子にオーブを、オーブ、あ、違うか、バード、はい、すばしっこい、え、バード、なくなってる？さてか、あったらあったで何かの役には立ちそうだけど、本物の盾なんて子供の力じゃ到底運べない、持ち運べないわね。残念だけれど諦めましょう。さてね。